銀座ブランド、銀座ブランドということを盛んに皆さんおっしゃるんですが、我々のブランドとは一体何なのかということをですね、改めて、考えなければいけない。画廊のビジネスっていうのは、今日来ていただいた伊藤屋さん、それから、ツバメグリルさんに非常に関係しております。私どもの商売っていうのは、アーティストがキャンバスの上に絵を描く、そこに画材というものが発生しますね。ですから、文房具というものの発達がないと我々のアートが出来上がってきません。それから我々がお客様を招待するときに必ず食事に行きます。でこれは美味しい食事のところに連れて行かないと画廊の地位が下がってしまう。僕はあの文房具っていうのはあそこに置いてある商材でほとんど日本の近代が語れるんじゃないかなと思いますので、伊藤屋はですね、1904年明治37年に創業しております。で銀座のですね、町がレンガ街になって、いわゆる今の銀座っていう形になったのが大体明治30年代で、大体その頃に今ここにいらっしゃるその老舗と言われている銀座の方たちは大体同じ時期に商売を始められたんではないかなというふうに思っておりますけれども、で今の8丁目に、ございますけれども、白隠館のですね、というのは観光場の帝国白隠館というのがありまして、観光場っていうところっていう言われ方をしてるんですけれども、まあ今で言えばショッピングモールなのかなっていう感じはしますけども、その当時のサイズ感を聞くとものすごく小さいんでちょっと驚きますが、そういうところにお店を出していて、一緒に手伝っているというふうに聞いています。でそれがですね、どうもお隣だか向かいだかに、文房具屋がありまして、でそこのところの人がこう全部そのまんま居抜きで引き継いでくれということで、私どもが私の曽祖父がその会社をというかですね、店を引き継いで文房具を始めた。で文具っていうのがあってもですね、もっといろいろ売ってる中の一つの商材でしかなかったものをそれだけに特化したっていうことで、文具としては伊藤屋が一番古いんだよというふうに聞いております。その創業当時にですね、うちがこう一番最初に成功したっていうふうに聞いているのは絵はがきなんですね。で絵はがきがなんで売れたのかっていうと、ちょうどうちができた頃が日露戦争の頃でございます。で日露戦争のちょうどその頃に紙製はがきっていうのを作って良くなったらしいんです。でそれまではハガキっていうのは当然その国が作ってるのでそれしか使っちゃいけないよって言ってたのが、紙製ハガキが作れるようになって、それに写真を載せて戦地の様子を伝える。で勝ちましたので、まあいい話なわけですよね。でいい話のどんどんその写真をつけて売るというので、うちがかなり大きくなったよと。まあ黒曜、皆さんご存知黒曜さんっていうのは、ほぼ同じ創業なんですけれども、完全に日本の紙で日本で作るよっていうので大きくなられた会社ですが、当時はその帳簿の使い方っていうのを皆さん当然知らないんですね。ですからその物を売るときにどうやって使うんだっていうことも一緒に載せて売らないと売れないということで、やっていたようです。物を売ると同時にそういうふうな新しいシステムを売っていたというように聞いております。ドイツとフランスと日本で、木枠にキャンバスを貼るやり方が全部違うんですね。でやっぱりこう画材っていうのはですね、やっぱり僕たちにとって近代的な生活をするために大きなインフラを作ってきたなということを、改めて、これは先日伊藤さんとお話した時、その会計帳簿の話と、それからもう一つ学校教育で、僕は小学校の時、僕たちの時代より以前は小学校に入学するとやっぱり鉛筆、トンボ鉛筆と消しゴムとそれから鉛筆削りと、まあ、それをワンセットで、両親から買ってもらう。でやっぱりある年齢いくと大人っぽくなってくると万年筆をプレゼントされるというのが僕たちにとってなんかすごく良かったなというのがあるんで、まあ、私はやっぱり銀座というのはそういう、そもそものそういう西洋を普通の庶民の生活の中にこう浸透させる、ね、大きな役割を銀座がしてきたんじゃないかなと思います。